ミクシーもあれやん、あの海外に流行ってんのかな。俺ミクシーしてないのか。海外も俺やな。でもあおんのかな、うん、アメリカ合衆国とか。あ、あるな。いや、そのなんかあのツイッターって向こうで流行ったやつやろ。だってらしいな、まあ、海外の、まあ、アーティストとかが、うん、結構使い出してみたいな感じ。ツイッターはジャパンってこと、こっちは。いや、もう全部こっちなんすやろ、たぶん。でも日本語の説明で、でも俺らあの流行遅れみたいなって大丈夫、うん、大丈夫、うん、ならやな、な、ならやからな、まだ文字遅いな。そう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 、中国ぐらいや。いや、中国はちゃうか。まあまあまあな、ツイッター主流だもんな。そのまあまあ今俺はもうジョニーが何を言ったか分かるやん、まあ、俺もそんな感じやん。海外で流行ったか日本で流行るのか、そうだろう。そう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 。いやまあそうやねんけど、実際まあファッションとかでもまあまあそうやんか。でも何でもかんでもっていうのはやっぱちゃうっていうか、それ最先端やでみたいな、海外で流行ってるやつをいち早く日本でやりましたからみたいな、じゃなくて日本でやりだして海外発信せえみたいな、日本でこれやってたからみたいな逆、うん、その日本でこれは流行っててアメリカでやったやつがこう友達に自慢してるみたいなのが理想なんじゃないみたいな。エイプとか。あ、まあまあまあ、そうそう。でもまあ俺エイプ大嫌いだよね。あ、そうすぎじゃない。まあ大嫌いっちゅうか、その別に俺めっちゃ好きやん。あ、面白い。あの、大嫌いとかじゃないけど、抵抗があるじゃない。いや、抵抗あるっちゅうか、そのまあまあそんなあの高いもん買う金も出へんっていう。いやいや、来てますよ。いや、来てますやん、いいの。いやいや、そんなもんエイプルがあるから2分の1ぐらいの値段やで、言うたらって。いや、もう2枚買うのにな、1枚買えるっていうね。いやいや、そんなん無理無理。まあ、そんなんどうでもいいけど。そうそうそう。なんでエイプの話出したん、ほんで。じゃあ、日本から発信して、海外の。まあ、一応ヒップホップとリンクしてるやん。まあまあ、してるけど。リンクしきれてないのは、な、テリヤキボーイズっていうのは全然日本のヒップホップに、俺は思ってないってことやな、それが。ああ日本のヒップホップ大照り焼きボーイズと思うのはいらんな、まあ、エイプ切るけど俺日本人じゃないっすか。あ、そうやね。でもまあ別にジャパニーズって感じやんか、ああ彼らは。まあだからあれやろ、まあ言うたらその照り焼きボーイズ嫌いやからエイプ切るとかっていうのもおかしい話やんか。そう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 、そのなんでそこ繋げるんみたいな。まあそいつらがやってるブランドやからあれやけど、別にデザイン見て自分がめっちゃうわこのデザインええわと思ったら聞いたらええ話やんか。なんでもかんでもつなげていくのがあかんとかやな。アンチ、まあ俺らもアンチなとこ言ってるやん今、このハイチのことにしてもさ、なんでもやっぱアンチっていうか表と裏って出てくるな。出てくる絶対。いやでもじゃあでも実際俺らがアンチじゃないんかもわからんやんか。それはその聞く人がまあ多い少ないかもわからんけど、俺らが表なんかもわからんし、向こうが裏で、うん、その偽善やったらか、うん、そこをだからなんかこう、いやこう有名人がやってるから、めっちゃビッグネームがやってるからこっちが絶対表やっていう風にこう流されてる人が多いというか、自分がこう何でも聞いたり見たりしたことに対して、あ、私は俺はこっちやなという判断ができる人がいっぱいおったらいいけど、でもジブラがやってるから絶対こっちやでみたいな。あんな誰なあのラジオで喋ってる男4人どこの馬の骨かもわからんみたいなこと、そんなやつらが言ってもみたいな言ってるやつっていうのは俺はもうなんかちゃうやろうと思うけどな。でも自分の判断をせえみたいな。そうだから、そのもっとだから日本人に自信も出てみたいな、うん、全員に自分にほんまに。そうそう、でも流してる方がめっちゃ買い替えと思う。わかるわかる、うん、俺も絶対買い替えと思う。流してる側はな、自分がやったらなんか部屋するみたいな、うん、それがでもやっぱアーティストである、うん、そう、アーティスト気質。そう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 、それはやっぱ自分が一番目立ちたいし、うん、それはいい。だからさっきの言葉にもつながんねんけど、だから自分にもプラスで相手にもプラスを認めれるっていうか、うん、やっぱだから本音やんかそこは。だからそのこれ言ったら嫌われるとか、はいはい、あれ言ったらどうのこうの、なんていうの、マイナス面あるとかじゃなくて、自分の意見をこうさらけ出せる、うん、少なくとも今この世には出してるやんか、話でちょっと食い違ってくるとこもあるしさ、話それはまあ俺らの意見出してるから。これマジで生放送やしさ、合わしない話なんか、いきなりこんな話振ってるやん。だからその分ではその全然ツイッターとかして、まあ、ツイッターでほんまに自分さらけ出してるっていうやつおんねやったら、じゃあ名前出せると思うし、間違いない。
別に匿名でもいいんやけど、匿名で言うんであれば、まあ遠慮した方がいいんじゃないのと思うっていうか、匿名やからこそ。もうちょっと遠慮しようよと。そうそうそう。匿名を武器にするなみたいな感じ。そうそうそう。いや別に、俺も、なんちゅうの、匿名やと強気になるっていうか。まあまあ、誰しもな。そうそうそう。そういうところもあるしさ、やっぱり。な、自分が日本ってか世界で一番強くて権力を持ったら、匿名なんか使わんやろうけど。逆に、俺やで、みたいな。出すんやろうけど。そうじゃねえ、みんな。だから匿名にしてんねやろうけど、ただそのそれが言い悪いじゃなくて、ただ自分に自信持てっていうか、匿名でやってる人はいい。でもなんか前ラジオかなんか俺車で聞いとって、テレビ家でか忘れたけど、ラジオ聞こえやこの場で、おっさんか。前ちょっとなかったから、で気がラジオしか台車で、だからまあ政治について、まあ俺たち前みたいな言うてるやんか、んだらそのことも法的に行かれるようになるよ。言うたらブログとかで批判してたら、批判してたらもうそれも行かれると思う。おうようになるっていう。ほんな俺ら前科も10班も20班もいくな。でもだから責任を持って書くんやったら書いてくるみたいなこと。おういやでもぜひそれで論争してみたいもんやけどね、ほんまに。 お前らみたいなもんがあって思ってるやつもまあ中にはいるわけやんか、政治家でも。お前らみたいなもんがいると思うとどうなるなお前みたいな。まあまあ、それが法で裁かれると、なったとなると、まあ俺らはまあまあ裁かれるけども、この意見は、ほんなら、いや、その裁かれるっていうのはもう何？その、あんたらもうそれ言った時点でアウトみたいな、間違ってますみたいな。そこに、それに対して裁判をかけられるみたいな。ああ。それでも、全然良くない。なんかそこで論争できんのやったら完全 OK やけどね。まあまあ、そんな裁判には出れへんな。だからそれを、そんな体一つ追いつかんの俺らこんだけ言い回してんのに。何個裁判出てくんねんって感じやろ。いやー、ええやんそれ。でそ行動の自由を取り締まるってことやろ。そうそうそう、まあ言えば、そうそうそう。だからもう書くんやったら書くんでいいけど、その責任を持って書いてくれ。あでその方、その責任ある憲法とか法律を決めるやつがいっちゃ責任ないからな。責任持ってへん。そんなやつが決めるのに責任って言葉はもう軽々しく掴んでてほしいな、ほんまに。だからあのポスターにも、だからポスターのあの鼻の穴の位置に画鋲を刺すのも責任持って刺せってことやろ。あれめっちゃいかれんねんな、あれな。そや、あれ結構ほんまに犯罪やからな。ガムとかつけたりとか。そうそう、ポスターちぎったりしたら。でもさっきのツイッターの話と一緒じゃん、言うたら責任持てみたいな。責任持つやつやったらいいんじゃない、そこは。いや俺らもまあ言うたら責任持ってこのラジオやってるしな。そうそう、だからそのこれでもしな、ジブラさんからお電話いただいてな、なんか結構、おい、何言うてんねんみたいな、あってもぜひぜひ喋らせていただきたいな。いただきたい。そういうのも、まあ俺はハイチ2で、JP2 ハイチ参加するけどね。え？あ、する？うん。それで話題になんでやったら参加してる方がええやん。そやな、まあ俺はしゃん、逆に。逆にしゃん。逆に。なんでかっつったら、ジョニーが参加するから、まあ、別に俺は参加するんじゃないかなって今は。で、だからそこだから沖縄と新潟やな、新潟の県とかで自分の中ではそういうのあるからさ、はいはい、ハイチより日本やろみたいな、俺は。ハイチの子供も大変化するけど、そんなはっきり言ったかってイラクとかもっと大変なとこいっぱいあるって言うと思う。アメリカがしてきたこと、日本がしてきたこと、いろいろあるやんか。そこに目向けやんと、今なんか注目されてるところにみんななんかもう密に集まるカブトムシみたいにガーって言ってるようにしか見えへん。あれでもひょっとしたらそこはな、募金とかって敵がおらんからまだやってるかもしれんな。だからそれを機にその、あ、俺の力でこんだけ集まんねやとか思った時に、次まだな、日本に行動してくれたっていうような。まあまあね、ハイチについてはちょっと賛否両論あるけど、せやね、ほんま売名行為なんやったらやめとけよって感じだしな。だからそれはもう前のラジオでも言ったけどさ、日本好きとか好きじゃないかとかにもつながってくるやんか、ほんまに。ほんまにそうだと思う俺。まあでも今後の動きもまたチェックちゃうもん、ね、せやな、注目していきたいな。また動いたらすごい動いてない。 Twitter で誰か声書いてほしいな、こんなん言ったやつおるでみたいな。